い始まりました。急になかなか新世界歩いてますけども、はいはいはい、3軒目が決まらないんですよ。そうやね。どうしましょう。なんかまあ店はあんねんけどな。はい、まあチェーン店というかが多い。この路地とか行ってみますか。まあ、今ね、通天閣がありまして、こっちちょっと行ってみようかな。あんな焼き鳥とかあった。まあ、いやさっきね、飲み屋の前歩いたら、僕らが知ってる YouTuber の人、はいはいはい、会ったことはないけどずっと知ってる YouTuber の人が、おそらく飲んではったんですけど、はいはい、別に連絡先も知らないんで、なんか声もかけれず、うん、あ、なんかできてる。焼き鳥あるやん。野球うどんやん。野球うどん、おもろそう。登録商品これ、おもろそう。え、これハンダやちゃん。え、あ、ほんまや。え、ほんまや。形似てんねん。いや、ハンダやつないっすよ、こっち。え、これやん。え、マジ？マジっす。もう一回聞いてみる。そう。ダメ元で。そうっすね。OK です。OK です。あざっす。え、行きましょうか。はい、行こう。はい、オッケー。焼き鳥、野球うどり、野球うどり入ったら、そうなんですか。で、入りましょう。はい、ラーメン。すごいよ。あ、ほんまや、阪神。そう、なるほど。奥、あ、奥、そう、ちょうど高校駅もあるやん。あ、なるほど、桜の宮ね。知らん会、あれ、エネオスとか。エネオス B リーグというか、あれ、社会人来ました。ちょっと突然でしたけど、はい、あ、すいません。もう安っ、ハイボール安っ。ハイボール安っ。どんなハイボール。ハイボールですよ。ハイボール2つで。ここってできて新しいですか。そうですね、去年の6月の20日とかに。前ってハンダ屋さん。あ、なるほど。別に系列とかではないんですか。系列とかではない。新しく。そうなんや。はい、ということで、はい、来ました3軒目ですね、はい、3軒目がまさかの新店、うん、去年6月から6月、はい、オープンということで、ハンダ屋さん、やっぱ歩いてみるもんやね。そうですね、うん、足で見つけました。頑張ります。頑張ります。あー、いいっすね。時間は何時まででしょうね。10時ですよね。あ、まだ時間です。うんうん、この優しさプライスです。うん、最近さすがの僕でも野球は興味ありますよ。うん、あ、だからこれ言っただけ、ね、野球見ながらのミュージック動画も、うんうん、それ何月ぐらいから行けるんですか。ポシーズン始まったらいつも春やね。春、京セラドーム、まあ大正エリアですね。うん、大正行きましょう。大正はほんまにしばらく行ってないんで。そうやね、オープン戦が3月中頃。野球場のお酒もちょっと高くなってるけど、まあ面白いっていうのは面白い。700円とかビールとか。あ、でもそんな感じ。あ、まあまあ、でもそういうとこのビールですよね。まあ福岡とか見に行ったけど、はいはい、ソフトバンクペイペイドームやね。あ、支払いペイペイで行ける。やっぱペイペイドームやから。そうなんです。あのビールの売り子の女の子が回ってきてるのをペイペイで行けるのよ。そう、ペイペイドーム最高やな。よし、はい、はい、パンクスプリングがちょっとまあね、ノーエフが、ノーエフが来ます。俺たちのノーエフが来るんすよ、3月に。もう待ちわびましたよ。ああ、あの、え、もう1日だよ、ノーエフとサム。サムや、サムはツアー大阪もあるもん、ね、そう、あります。2日目だけ。そう、ああ、まあまあまあ、とりあえず言えるかな。ポップパンク系はマジで聞いてない。ああ、ポップパンク、これブリンク来たら俺発狂やな。まだ全部発表されてないんですけど。そうやな。でもないな。ないと思う。多分日本のバンドやな。だし巻きだもんね。うわ、次ですよ。お、これフォーカス、やっぱちゃんと自動で合うわ。すごいな。でもほら、こうやって、こうやってほら。もっと、おー。おろしと。いただきます。うん。ふわふわ。あー、優しい。なんか2軒経て3軒目ですけど、うん、酔いが覚めましたね。あっさりめって言われて、うん、だし巻きってどっちに入るか分からんけど、頼んでよかったわ。いや、もうおてた。うん、だいぶ、うん、うまっ。ん、だし巻き玉がある、こんなところに。おお、びっくりした。だし巻きベスト。だし巻き、巻き、巻き、だし、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 し。いやいやいや、だからこう、ほんまに今までの僕やったら、こんなユニフォームがいっぱいあるのも興味持ってなかったけど、ちょっとこれが何なんやろうとか思い始めるようになりました。これさ、こういうの、はい、え、ヤクルト、それじゃあ、こっち日本ハム、
日本ハムの時やで、けど手見て、ワッペン岡村協賛というか、あの、なんていう、これで言ったらアバンショップがありますけど、サポーターというか、はい、この店、あの野球鳥、うまい、野球鳥や、あれ書いてるわ、野球鳥書いてる、そう、どういうことやろ、だからそれ、関係あるのか、企業、ちょっと俺も聞かん、分からへん、そうだ、阪神で上信とか、ね、はい、有名、大阪やったら、あ、まあそうですね、うん、ロードキャスト対談、はい、ということで、はい、来ました、まあ、チーズボール3つね、まあ、野球のあれでボール、このチーズボールめっちゃ好きなんですよ、こういうのがな、はい、まあ、ちょっと野球っぽいかなと思って頼んでいや、最高ですね、これだから、スリーボールやから、お、ということはあと1個ボール頼んで、フォアボール、うん、おお、知ってるやん、ルール1塁いきますそこは知ってんねん、まあ、そう、WBC で全部覚えました、あ、そう、 WBC 経て、ルーキーズ呼んだんですよ、あ、おもろいっすね、ルーキーズ、最高やろ、はい、でも、異常やろあのちなみにルーキーズは阪神の選手だよ、あ、そうなんですか、みんな名前、監督も川藤やろ、うん、なるほど、まあ、ちょっと野球おもろってなったっ、野球に乾杯しましょう、野球乾杯しましょう、ちょ、マジで今年は行きましょう、キャンプと野球、チーズボール行こう、チーズボール行きましょう、そのままでいいんかな、俺たちのゴールデンボール、あ、聞いたもん、いやいや、チーズボール、うん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 、うまっ、あ、なんか甘いね、ちょっとあの、アメリカンドッグの、はい、多分これ、揚げた時食ったら口爆発するやん、はい、懐かしい、これうん、なんかうん、みんな好きな味ですよね、まあ、なんか、どことなく懐かしい味、昔、佐世保バーガーで働いてて、うん、そこの揚げ物で、うん、まあ、フレンチフライ、うん、細いマクドの、あの、ああいう細いポテトね、うんうん、で、ジャガフライっていうのがあって、まあ、モスとかのあの皮付きの大きいポテト、はい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 、で揚げ物もう一個チーズボール、おお、それこれここまで大きくないけど、うん、この一口大の、そうの小ぶりのやつがあって、その青春の味、はい、な思い出しました、チーズボールです、うまい、その時の、はい、うん、この辺にユニフォーム欲しいわ、野球鳥って何なんですか、そもそも野球鳥って、まあ、あの店名なんですけど、あれ、はい、そう、あれは多分作ったんやと思うんですけど、作ってもらったんですけど、このリール中もついてたんですか、多分ちょっと僕もそこまで詳しくはないですけど、その野球鳥岡村っていうのが本店なんです、はい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 、そこの分店、そうそうそう、あ、高松ですか、はい、あ、高松なんですよ、その岡村さんっていうのがやってるんですけど、はいはいはい、まあ、元阪神プレーヤーとして欲しい、そうなんや、なるほど、あの本場にありえるな、あれ付け取ったの話ある、1974年なんで、えらい古いですね、そうですね、あの50年前になった、はいはいはい、これほんならここはもうオーナーさんの趣味というか、そうやば、めっちゃすいません、ありがとうございますめっちゃある、古いのから新しいのまで、その後ろが大学、去年の大学野球、2022年、はい、あ、ほんまや、明治の優勝した、すげえ、楽天もあって、いえ、そうなんや、あ、だからこう高松の、はい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 、はい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 、ああ、なんか知らない、この辺だいぶ大勢、いや、すごい、松坂が入ってる時この色やな、これはライオンズ、あ、セブライオンズ、ソフトバンク、ホークス、まあまあタイガースね、これタイガースがあって、ゆっくりとだから、あ、そうや、ホークスがダイエーホークス、あ、そう、ダイエーホークス、いやいやいや、なかなか楽しいですね、ここ野球好きには絶対楽しめる、野球で、いや、でかいのよ野球で行きましょう、でっかいね、1個でこんなにあるんやっていう、うん、聞いといてよかった、こちらですね、でっかいよ、いや、でっかいな、ちょっとそれ触るかな、でかいのよ、通常の3倍、4倍ぐらいある幅、どうします、ちょ、これ行ってください、え、これ5と、まあ、もう5と行ってくださいよ、それ見ながら僕はチーズボール食べてます、いや、こうやって動いたの、うん、むちゃくちゃうまいし、うん、幸せ、幸福度高っ、へぇ、まあ、焼き鳥、頬張りや、入ってくる焼き鳥の数あるや、
まあ、言うてつまみ程度じゃなくて、うん、これ今結構遠慮なくガッていったら、はい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 、口の中いっぱいがこの焼き鳥なんで、おで炭焼きの香ばしさと甘いタレちゃんと全部もう焼き鳥自体プリプリ、あ、なるほど、幸福度えぐい、なるほど、そりゃ進みますわ、そんなに最高、僕もじゃあいただきます、おお、恐れ多くも、これすごいな、これすごいですね、ほんまにこういうなんか我々みたいなロケをするカメラマンがおらんそうとかにもすごいおすすめ、うん、ほんまに飲食店でも目立たないですもんね、うん、そうやね、目立たないのがこう他の人を、まあ、映さんけど、うん、やらしくないというか、そうやね、それもまたいい、でカメラの場所も気にせんでいいし、いただきます、すっごいよ口の中の幸せ感、うん、うん、これ焼き鳥、まあ鶏ステーキ、うん、うまっ、うわ香ばしいですね、やっぱほんまに、うんうんうん、真心こもってますわこれ焼いてんの、焼き鳥、野球鳥ですか、センター返しのバッティングですね、あ、恋のキャッチボールやのにな、うん、センター返しのバッティング、やっぱ焼き鳥とハイ、まあ焼き鳥とお酒自体がベストマッチしますね、うん、野球鳥が、おいちぎろー、すいません、いいですね、マニラバ、あとやっぱそうですね、美肌効果やってますこれ、やっぱやってるよな、なんか恥ずかしいよね、俺肌こんなんじゃないっす、めっちゃさ肌白いね、俺もやけどな、そうです、最近肌めっちゃ気使ってて、うん、めっちゃスキンケア買ってますもん、ああ、いやでも大事よ、はい、俺もやってるもん、何使ってます、そのあ、こういうトークもちょっとマジで、ああ、いや俺普通にあれやで、オールインワンのネットで調べてよ、おで今までは何も気にせず風呂上がり、まあ俺いつもワセリン使わない、ワセリン、うん、ワセリン、あのっていうの、そうクリーム、全員がしてる、いやタトゥーやったから、まあ、一番ベトベトのやつ、ああなるほど、あれを全身にやっとってるけど、はいはいはい、まあそれもいいねんけど、別にちゃんと化粧水とか使う、ああ、おお、え、今まで逆に化粧水を使ってなかった、使ってなかった、へえ、あでも言うて3年前ぐらいやけどは使ってるけど、化粧水でだからちゃんと顔の、で今オールインワンのやつ使ってるから、ネットでいいって言われてる、でも俺あんまでっかいニキビなくない、ないっすよね、いつもめっちゃできるんですよ、まあたまにあるな、ちいちゃんはここでもで、今もこことここにできるし、めっちゃできるんですよ、それでも体質っていうしな、今もその化粧水と乳液を使って、うん、風呂上がり絶対化粧水乳液して、うん、で朝も洗顔して、うん、化粧水乳液して、うん、で、まあ、旅行の時とかやったらオールインワンのやつな、うん、2でやっちゃうな、何て言うの、ケシミンか、ケシミンケシミンのオールプレミアムオールインワンっていうのがあって、まあそれ、まあ、ケシミンの乳液も使ってるんですけど、まあ、それをちょっと使ってやっと最近、まあ、シミそばかすがひどかったのがちょっと最近はマシやなって、ターンオーバー強くする早くするやつ、ターンオーバーで何ですか、肌のターンオーバー言うてみれば、あ、そんなんあるんですよ、いらんもん取って新しい綺麗な肌を、それを肌のターンオーバーなんてやな、まあ、肌めくれてんの、なんとなく重ねた取れて、はいはい、脱皮みたいな感じですね、あ、そうそうそう、ほんまそう、でもそれをちゃんとしてないとさばかすとか効いていかない、そうか、そうなんですね、でも大事や、なるほど、まあ、これをまたねちょっとこういう話をキャンプの時にね、キャンプの時に皆さんどういう話を、でもほんまにさ、俺キャンプしてから日焼けで、あ、そっからあのちゃんと化粧水とかするやろうと思って、日焼け止めとか、まあ、日焼け止めは絶対クリ、化粧水乳液クリームを使うけど、うん、まあ、オールインワン系があればそれはそれでいいとか、うん、っていうね、あの30代あの男性の、もう30代仲間やから、はい、そういうのもねお話です、ちょっとみんなのそれ聞いていきたいですね、コメントください、おすすめ、はい、おすすめ、俺45から56の男性が一番多いからねもそういう人でやってる人がおったらもっとそれはまあ確かにね、なんかいい意見かなとか気にはなってるけども、まあ、全くやらん人も、俺らおっさんなんてって思ってる人もおるかもしれない、全くやらん人もおると思うけど、うん、やっぱりでもやった方がいいよ、それおっちゃんがやってるのを聞きたいです、うん、そうやな、今一杯目でこんだけ食べれたっていう、うん、そう、もう一杯ぐらいいっていきますか、ね、ハイボール、ハイボールですか、あ、そうか、200ハイボール、安いのはハイボールか、僕もハイボールで、ハイボール帰ってくる、優しい、ハイボール250円はほんまにええっすね、すごいよな、企業努力、そうです、
なんか昔は結構多かったよ。あったっすね、多かった、そうかった、まあ、280円とかぐらいは多かったっす、ね、今このご時世でその値段いかついよ、ね、そうです。おはようございます、はい、じゃあハイボール乾杯のボール、よいしょ。いやうまいわ。最近、うん、僕ごときが、うん、あのこんなこと言うのもダサいですけど、うん、髪の毛、うん、ヘアオイル使いました。結構前から使ってるから。使ってましたっけ、うん、言ってましたっけ。前髪上げ始めたタイミング。あとポマード。ああ、ポマードね。あの水性ポマードみたいな、まあ、ワックスぐらいの感じで使えるんで、うん、やからってお前の髪型なんやねんって話なんですけど、うん、使わんかったらもうテンパがバンってなるみたいな。あと髪の毛も保湿あるから。ああそう、年取るとやっぱ髪の毛も乾燥するから。髪はどの周期で切ってるんですか。いや俺らあんま適当やで、普通に。だメッシュも入れてますよね。入れてる。いやでもメッシュ入れるのが一番楽やね。言ってみれば俺が例えば全部金にしましょう、はい、ほんなら生えてきます、根元黒い、あほんなら染めにいかなってなるやん、まあまあ、プリンになる。そうメッシュやと生えてもいいし、まあ、そうそう切っても残るから。なるほど、いつもそれでやってる。あ、なるほどなるほど。僕はもうここをいつも剃るから、うん、ここが伸びてきたら、あ、まあ、切ろうってなるんですけど。じゃあ俺は今これバームっていうのつけてんけど。あ、ヘアバーム、うん、か髪の毛もあるやし、ハンドクリームとかにもなるよ。あ、そうなんすか。俺のやつは。へえ。で、ヘアオイルは酸化したら臭くなるのよ。あーバームやとなりにくいの、うん、そうなんすね。で、手塗るやん。でそれがそのままボディクリームにもなる。あ、それそうなんすね。俺のやつはね。で、金木犀の匂いです。うわ、まあそれは匂いとか選べるんだけど、ワックスとかさつけて手洗わなあかん、はいはいはい、じゃなくてそれがそのまま。ああ、それいいっすね。なるほど。逆にしっかりワセリンは逆ない。ワセリンっていうもの、うん、もうどこにでもある市販のワセリンは体とかにも塗れる、その代わり髪の毛も使えるって言われてんねん。へえ。でもそれは使ってるの見たことないけど、なるほど、ネット上いけるって。ああそうなんですね。あのだワックスみたいな感じやけど、だ立ちはせんよ、まとまるし。そうそうそう。ずっと髪の毛が悩み続けてて、ストレートを当てる、前髪ストレートを当てる時昔あったんですけど、当てとったな。この動画の一番最初のたこ焼きの動画の時はシャキーンやったけど、それもその人によってちゃうんですよ。自分の好きな体ぐらいの当ててくれる人だったらいいんですけど、毎回ちゃうから、その同じとこ行ってもシャキーン。まあほんまに動画いっぱい見てください。ブロキャさん一番最初ちいちゃん細いし、ほんまに自分でなんやねんこれっていうぐらいの時もあれば、うん、まあ自分的に納得いくぐらいの時もあるんで、うん、動画いっぱい見てください、うん、絶対今のがベストやろ、その当時のストッパー時代より。そうですね。でもより、あと何の話してる。いやそうですまあそう、コメントください皆さん、もしこれで疑問に思う人があれば。そうだね、来ないですよ、40代50代おっちゃん、うん、くださいコメント。でもやっぱりまあライブやってて、はい、お客さんとか声かけられるのってやっぱ同い年ぐらいとかちょっと下ぐらいに見える男の子の方が多い。だからやっぱおんのよ、同世代は少なからず。フェス系とか特に言われるね。はいはいはい。いつもライブハウスおるんじゃなく、いろんなバンド見てる人に初めて気づきました。でも YouTube めっちゃ見てました。おめっちゃ言われるもんな、これを。そう、飲み歩きのやつとかやっぱ言われるもんな。知っておるけどギズモ見たことない。お、あ、そうなん。っていうのきっかけがそのフェスとかやったらいろんなバンド出るしっていうのを聞いてます、ね、ありがたいですね。ありがたいですね。まあそんな、まあ、バームがおすすめです俺は。あ、バームね、ちょっとバームヘアバームちょっと僕も使ってみます。ブロードキャストダイナー。はい、ということで、ええね、美肌効果カンパニフォースいきましょうか。珍しく美容の話しましたね。いや、こういうなんかこう動画ごとに特定のなんかコアな話をしていくのもまたええかなと思って、うん、これからね。俺はあんま言うてないね、その気使ってるけど。あ、でも聞きたいっす。ああね、それ言うことに関しては抵抗はあるんですか。いや別にないけど、だってね、なんかまあその古い考えやけど、バンドマンでって、おお、いやいやいや、まあ、表立つ。え、でもやっぱ気になる人多いんじゃないですか。その普通にだからこのバンドが好きで行く人にこの人に憧れるとかあるじゃないですか。でこの人のこれなんないのとか、まあ、服装しかり
服とかめっちゃ聞かれるもんね、やっぱり。どこで買ってるんですか。いやもう絶対聞かれるでしょ。聞かれたら言うぐらいの。ああでもそれをこういう動画のまあちょっとしたところでこう言っていったらおもろいんじゃないですかね。まあ、今年はですか。はい、行きましょう。それで、すいません、ごちそうさまでした。おいしそうです。すいません、すいませんでした。お疲れ様でした。いや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 、焼き鳥というね、店で。ふたばや。ほら、店の名前はふたばっていう。野球鳥っていうのをちゃんと公式で出してる。うん。ふたばさん。そう、ふたばさん。お店はふたばさん。うまかった。野球鳥すごいね。あの野球鳥マジでうまかった。口に入ったらしいね。満足感いくつだよ。ほんで、僕個人的にはだし巻きめっちゃうまかったですね。いや、楽しかったな。やっぱ、こう、三代なくなってるの悲しいけど、やっぱ、こうやって、いろいろ入れ替わりじゃないけど、いい店。まあまあ、いろんな意見はありますけども、全然、いいっすわ。なあ、特に野球好き来てほしいね。はい。懐かしいユニフォームいっぱいあるし。いやー、知らん人でも、最近興味持った人でも、やっぱ行ったら行ったら楽しいっす。うん、そうやね。ほんで、まあまあ、暗い路地歩いても、このカメラは明るく撮れてるということです。DJI オズモポケット3最高です。すごいよ、はい、もうだって俺最初しかマイク使ってない僕も今マイク使ってないですからね、はい、よかった。僕らのブロードキャストライナー、いろんなロケができるかなと、はい、これからまた思ってますけども、熱が消えてる、熱が消えてます。じゃあ、お前らも消えろという人はチャンネルチャンネル登録と低評価やな。低評価な。な、新世界、この新しい、この辺で新しくできて、ここへですみたいなあったらちょっと教えてほしいですね。そうですね。俺も久々に来たから。はい。ぜひそれはコメントで。はい。寒い。お願いします。はい、お願いします。寒いな。ではまた次回お会いしましょう。あざした。はい、あざした。ビリケンさん。ビリケンさん。